久保さん。今回、与沢さんにしましょうか。与沢の与っていう。これ、与沢さんね、あれなんですよね。僕、10月1日生まれなんですけど、与沢さん、11月1日生まれかな。でも、僕の会社の誕生日は与沢さんと一緒にしておきました。<laughs> あ、11月、すみません。11月11ですね。あ、そう。111で11すね。はい、僕も、あの、会社設立は111にしましたね。 令和1年11月11日に設立しました。なんか1が並ぶっていう、なんかあの、なんか年号が変わるのって、まあ、どうすかね、僕が生きてる間にまた年号変わるのかな。どうすかね、久保さん。あと、まあ、あと50年ぐらい生きたら。 年号変わるかなでもまあそんなに年号が変わるのって拝めないじゃないですか。でその年号が変わるタイミングに会社をそう設立できるっていうのもこうタイミングかなと。だから僕は嬉しかったんですけど令和1年11月11日みたいなゾロ目で <laughs> やりましたけど、まあ、僕はその,あの当時その与沢さんの会社に行ってあのカメラ回したりとかもしましたけど僕はねびっくりしたのはやっぱためで。 この風格かとすごいなっていうなんかもう俺とタメでなんかもう人生経験がすごいなっていうのがなんかまあまあ今と違って太ってるっていうのもあるしこうズドンって会長してねズドンってこんな感じでボーンみたいな感じだったんで風格がすごかったですねまあ今はねだいぶ丸くなりましたしまあ痩せたと思いますけど。 うん、そうまあすごいなとは思いますけど、まあ、人それぞれの人生ですからね僕も与沢さんみたいな人生を送りたいかっていうと別に送りたくないので僕は僕ですただ学びはありますからね与沢さんの考え方でいいところはもちろんあるんで、うん、結果を出してる人には 共通して何か他にはない考え方がありますし、堀江さんもそうで、結果を出してる人にしかない考え方があるので、例えば人生はもう手段だと、そう言い切ってしまうぐらいの考え方って、まあ一般の人はまあないんじゃないかなと思うし、だからまあいろんな人の考え方をやっぱ吸収していく、自分にはない、だから何だろうな、まあ堀江さんの話をぶり返すようだけどもまあい、まあ堀江さんにとっては意味はないかもしれないけど、 堀江さんの言葉を聞くことによって自分が持ってない何かインスピレーションを感じることができるだいろんな人の著名人の言葉名言格言、えー、講演会そういう話を聞くことによって自分にはない考え方言葉をそれを取り入れて自分の人生のエッセンスに使っていく堀江さんにとっては意味ないかもしれないですけどでもメルマガ読者さんには意味があるんだよみたいなね <laughs>、うん まあさっきちょっと動画撮ったんですけどね。まあ、堀江さんにどう言わせるかみたいな。ただまあ、前提条件があればね、多分まあ、ああいうふうにはならなかったと思いますしね。ただってほ、まあ、あの、その動画でもちょっと言ってたんですけど、まあ、その堀江さんも YouTube でメルマガ読者の Q&A1000 本ぐらいやってるんですよ。でも、はっきり言って、 堀江さんのメルマガに登録してる人って、堀江さんより結果を出してない人じゃないですか。堀江さんと同等の結果を出している人、もしくはそれ以上の結果を出している人がメルマガに登録してるとは思わないですね。まあ、いたとしても本当にごく一部。だから9割9分は堀江さんより結果を出してない。例えば、うーんイーロン・マスクが堀江さんのメルマガ登録してるのかっていう、ジェフ・ゼベストスが堀江さんのメルマガ登録してるのかっていうと、多分登録してないと思うんですよね。 だからまあ結論、堀江さんにお金を払ってるのは、堀江さんより結果が出していない、もしくは堀江さんより行動できていないっていう人たちのが、ぶっちゃけ言うと堀江さんの養分になってるわけじゃないですか。逆に言うと、その養分がなければ堀江さんの収入を潤わないっていうか、メルマガの収益が上がんないですよね。だから、その堀江さんのメルマガ読者に対して、 なんでそんな悩んでんの悩んでんも意味ないし、この前回答したし、そんな質問してくんなよと。みたいに <laughs>、ねえ、その、全部言ってたら、多分みんな解除しちゃうだろうし、いや、それが聞きたくて質問に登録してるんですけど、みたいな、そんなの聞くなよみたいな、考えろよと。自分で考えろよと。悩むなよと。悩んでる暇があるんだったら行動しろよって、全部それで返されたら <laughs>。 誰も堀江さんに質問しなくなっちゃうだろうし、うん。なんかね、まあちょっと忘れましたけど、堀江さんが前、まあ、堀江さんの動画を見てたら CM があってな、なんか何でも答えますみたいな、質問に何でも答えますみたいなサブスクをなんかやってたような気がするんですけど、僕正直堀江さんのサブスクい一切入ってないんですね。メルマガも取ってないし、<laughs> 堀江さんに課金ほぼしてないですからね。 まあ今回3万円払いましたけど、まあその3万円もね、まあ基本的に堀江さんにあんまり入んないと思いますし、今回のやつは。多分今回のは、多分そのオンラインスクールの人のためにやった的なところがあるところで、多分収入はそんなに堀江さんに入んないんじゃないかなと思いますけどね、やっても。なボランティア的なところがちょっとあるんじゃないかなと思いますけど。うん。そう。まあまあ、あのー、最終的には、 結論自分の人生っていうのは自分が決めることですし、えー、自分がどうありたいかが全てなのでうんでもその何だろうなそれを維持していくため、えー、例えば僕の場合だったらビジネスをこう継続していく永続していく売り上げを上げ続けていく収入を担保していくっていうことを 考えないといとけないので他の人は会社系、まあ、従業員がね例えば久保さんのマージャン店で働いてたスタッフが久保さんより久保さんより真剣に自分が働いてるマージャン店の経営を考えることはないと思うんですよ。うん、まあ一応給料、まあ、まあ分かんないですけども、まあ、普通に出社して給料もらうそ,それだけの話で。 もうだからその生き方をするんだったら他の考え方とかあんま必要ないですよね、別に。会社のことが分かってればいいし会社でうまいようにやってればいいし給料入るしでも自分を経営していく会社を経営していく売り上げを上げ続けていくってなると自分の考え方だけじゃ限界があるんですよねだいろんなエッセンスを取り入れないと僕は生存するのは難しいのかなと。 時代の流れもあるし、需要のニーズの変化もあるし、いろんなところにアンテナ張って、なんかいろいろ吸収できるものは吸収してやっていかないと、まあ、稼ぎ続けるのは無理かなと思いますね。稼ぎ続けるためには自分も進化させる。だから、新しい言葉を入れたりとか、新しい考え方を入れる。っていうのをしていかないと。だから、まあ、堀江さんに、まあ、その新しい言葉、堀江さんだったらどういうかなっていう。 あのねえガナリさんはどう思うのかなとかね、うん、僕には必要というかね僕は興味があると森、ね、<laughs> さんには興味ないかもしれないけど <laughs> そう、うん、まあでも僕はもう一生多分これネタに使えるんですげえ心に刺さってるんで。 多分結構忘れないですね。あの堀江さん、テレビ番組見てたあの堀江さんに。だから、ガナリさんの、ガナリさんの時より強烈ですね。ガナリさんと僕2時間差しで喋ったんですよ。で、2時間差しで喋ったその体験記憶より、コンマ数秒で堀江さんに卓上、壇上からね、それ聞いていい意味あんのみたいな。<laughs> そのなんか秒殺で首切られるみたいな。 すげえインパクトがあったんで、多分まあ一生ネタにすみません使う,使うと思いますし <laughs>。いや、2時間喋ったがなりより、まあちょっとインパクトありましたね。うーん。なんか、うーん、なんかその、もうコンマ数秒でディープインパクトでしたけどね。もう心がもう、うわー、もう多分パニック、パニックになりましたからね。もう結構僕ね、結構やっぱ、 まあ、すげえ緊張したんですけど、まあ、僕も結構喋ってるじゃないですかだから喋れると思ったんですけどでも久しぶりに緊張したしいにやっぱガン,ガン見されてそう言われたから頭真っ白になりましたからねこんだけ喋ってるのに秒で真っ白にさせられたみたいな <laughs> まあ結構久保さん僕しゃべってるじゃないですか他かの一人より結構バカずこなしてると思うんですよセミナーも何百回やったし まあ,行動もまあまあしてると思いますし普通の一般の人よりかは喋ってるしいやそれをね秒殺で真っ白にさせられたっていうのはね結構インパクトありますねだまあ3万の価値は僕はあったなと思いますけどねうー、ん、なだから逆を言うと、まあ、回答してくれなくてよかったなっていう今思うとね、うん、まあ答えは欲しかったけども結果的に インパクトに残ったんでそっちの方がそうだね、うん、それはそうだよって言ってさらって言ったらもう終わりじゃないですか <laughs> 多分そうだね人生まあ今を生きろかなみたいな <laughs> あそうですか終了ですよね <laughs> まあ確かに答えは聞,聞けたんだけどなんか多分インパクトはなかったと思うんでうん人生とはまあ今だねみたいなね今しかないでしょみたいな 多分ね、堀江さんがもし答えとるとするならば、どこ,どこでも言ってるんですけど、やっぱ今,今を全力っていうことなんで、多分もしこ興味はないけども、まあこれもね、その答えがわからないのでいろいろ推測できるじゃないですか。なかそれも面白いですよね。答えがないからいろいろ推測できるみたいな。でももし、堀江さんがもし、あのー、そういうのは興味ないし考えたことないけれども、まあ言葉を選ぶとするならば今かな、みたいな。 まあこれは本とかトークでもいっぱい言ってるけど結局未来を考えてもわかんねえし今を最大限集中して生きるだから人生いうのは今に集約されてるみたいななんかまあそんな感じなんじゃないかなっていう逆に言うとそれすら考えない今を生きるみたいなねそんな余計なことを考えない自分が興味あること興味あるものを今,今やるというかうん これ面白いですねいろいろ深掘りいろいろ考察できるんで <laughs> 横展開は無限ですからね答えが出ちゃうとね答えそれですから答えがない方が、うん、面白いかもしれないですね、うんうん、まあでも少なくとも僕は、まあ、久保さんもねあのネオヒルズだみたいな影響されたと思いますけど僕は 堀江さんのあのテレビ番組見ててすげえ影響されたしまあマネーの虎のかなりさんにもすごく影響されたしうんまあそれはまあ実際事実なんでもしそれがなかったらまあ絶対会いに行ってないしうんまでももう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 一切多分行かないですね <laughs> もうもうもう十分ですね もう十分、十分すぎるぐらいのインパクトが僕の中にはあったんで、うん、まあ、自分を行きますし、うん、まあ、しつこくやりまくるし、<laughs> そこはね <laughs>、うんそう。あ、そうそう、最近ね、あの僕あの、久保さんからその、なんだ。 あの、青白王子が搬送されたみたいなのを聞いて、あ、そうなのかって、そこからちょっと情報を調べていったんですよ。で調べていったら、あの、峰島社長さんだったかななんかその人がすごい、なんかやってたんですよね。この人めちゃめちゃやってんだみたいな <laughs>。で、これ、峰島社長、どういう人なのかなって、まあいろんな動画見てたんですけど、うん、なんか動画見ると、 なんか、まあ、これはこれで面白いなっていう, <laughs> う。なんかね、話がやっぱうまいですね、この人。うん。実はですよ、これ実はなんですけど、あのね、実はちょっと会ったことあるんですよ。これ十何年前の話ですけどね。なんかセミナーか、なんかの高額セミナー、なんかのやつで、まあ、この峰島社長も実は前、メルマガやってて LP 作ってリストマーケティングみたいなのもちょっとやってた時があるんですよ。 もう10年前以上だと思うんですけど、で、なんかのセミナーでいたんですよ。な、うんかでいましたね。そう。だからその不動産、だから不動産大百科だったら、ちょっと LP ちょっとうろ覚えなんですけど、なんか不動産なんちゃ大百科だったから、その LP バーンって作って、リスト取ってて、まあ、広告も結構分回してましたけど。うん だからそのメルマガで不動産売るというか、なんかそういうこと、まあ詳しくは分かんないですけど、なんか、リストマーケティング、昔やってたんで、うん、だからなんだろうな、その、ひかるくんと出てたときに、あれ、この人、なんか前見たことあるぞと思ったんですけど、それからね、全く僕、見てなかったんですけど、あこんな、今、こんな YouTube やってたみたいな、変わったなって。で なんかなんかちょっと歴史を見てたらあ会社畳んだんだみたいな <laughs> 不動産屋辞めたんだみたいなそう不動産辞めたんだみたいないろいろあったんだななんかなんかあれチャリンコで日本一周してるぞとかいろいろあったんだなっていう,うで多分いろいろやる中でここののなんかこの人にこうなんだこれをやってるやつが当たったからそれやってんのかなっていうところですね。うん まあ人生いろいろですね人生いろいろですねい<ー>ってらっしゃい